さあ、日暮らしの声にはほんと癒されますね。ほら、珍しいシーンに遭遇。よし、こっちに行ってみよう。何かある。この時期こういうところに来ると冷えるね。引き返そう。シマヘビちゃん、今ここ入っていったよ。平べったのお尻っぽかったけどな。ちょっと行ってみるか。忘れた、ドラゴンスポーク。やべえ、またか。どっか棒ないか。棒がどっかないか。あ、おいしよしよし、これこれ、よし。やっぱダメだ。ちょっとこれじゃ太すぎるし。なんだったべな。やっぱこの時期だから捕まえずにおとなしく観察だけにしときましょうかね。深山とか結構いたところなんですけどね。いや、久しぶりですね。しかし3年ぶりぐらいになりますかね、登場は。そうですね、久しぶりです。ですよね、はい、いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、で、マスクしてますけど、あっちの世界でもコロナが流行ってますか？いや、もう流行ってますよ。みんなコロナです。マジで？お化けもコロナ？そうです。かかる？かかりますよ。危ない危ない。いやいやいや、まあそんなこんなでちょっとクワガタ一緒に探しましょう。わかりました、よろしくお願いします。お願いします。はい、よっしゃ。そしたらクワガタ探す前に蚊対策、害虫対策は大丈夫でしょうか？バッチリです。おお、体にはこれ、おお、これ吹きつけとけば、はい、蚊には蚊も寄ってきません。完璧です。3年前の何が生かされてますね。懐かしいね、これ。元祖緊張。おお、まだ売ってるんですね、これ。売ってます。あれはまた。結構いい値段がします。おお、そうなんですか。それでもダメなら。あら。アスジェット。うわお、これは速攻性がありそう。危ない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 。やばいやばい。それでもダメなら蜂。蜂とアブが出た日にはこいつ。おお、すげえ。スズメバチいますからね。はい、あ、これはバッチリだ。おお、すごいすごい。それでもダメなら。まだありまんの。34種類の虫除けに効く。わお。緊張。わお。で、これなら1本あったらいいじゃないですか。いやー、楽しい。いや、ちょっと何、何それ。おいで。体にはこれだ。こんだけつけてりゃ虫も寄ってきやしない。すごい。ダメだこりゃ。よっしゃ、もういい頃、つかみは OK なので真面目にクワガタ探し行きましょうね。ここいねえかな。まあ、とにかく台本通りよろしく頼ます。あんたね、え、台本もらったはいいけれど、ほ、これでどうせっちゅんかね。なんかね、これやっぱ分かりにくいですか？全然分かりません。よっしゃ、ちょっとこの木見てみましょう。いると思うけどな。そんな簡単に見てわかるんですか？だいたいね、黒光ってますからね。長年の勘ですか？うん、ですです。へえ、早く捕まえて帰りましょうよ。私は疲れとるんです。いや、すいませんすいません。いやけど、まあ、疲れてるってお互い様じゃないですか。だいたいお化けちゃんは今日は仕事疲れでしょ。おいらはね、日々のクワガタ採集疲れなんですから。何、開き直ってんの。見ましたよ、これは。あ、ピンボケ。あ、枝の向こうに回る。ほらほらほら、上上がっていってるでしょ。ほらほら、ここ、ここ、コクワだ、これ。
まあまあのここはこれ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 画面見て画面ほらあ、ほんとだね、ここはあ、ほんとだおー、いましたおー、こんなとこ上がってってるうんあー、ピント側ねおー、やった、とりあえずいましたねおー、これライトが低いねうん夜こうやって探したんですかそうですお疲れ様ですあれはこれはあ、そこもいるよほら、ここここあー、ほんとだこれは全然ないこれもココアかな。いや、オスです、オス。うん。あ、どっちだ、これ平べったかな。どうなんだ。あ、平たっぽいですね、これ。おお。網です。あ、平べっただ、これ。おお、50ミリ台ですかね。おー、やっぱヒロタかっこいい。いやー、今日はもう観察だけにしときましょう。どうだっけなーって。いたいた。いやー、全然クワガタ採集に不向きな格好で。いや、これは何なんでしょうか、しかし。ちょっと見た目。オーヤンフィーフィーかなんかにも見えんことにもないですけど、ちょっといや、滑らないようにお願いしますダニ股になってまんがなだいぶお疲れ様でございますいやいや、すみません、ほんまにじゃあここへちょっと立っていただいてあ気をつけてくださいよ全然疲れてるって、でもそれはお互い様でしょうだいたいお化けちゃんは今日は仕事疲れでしょそうゴイラはね、日々のクワガタ疲れなんですからダメやダメいや、ちょっとそのうちで大丈夫ですかああ、いや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 、そこはやばいやばい、そこも微妙かもお疲れさんでした、はい、もうちょっと喉が渇いたんでお水飲んでいいですかどうぞどうぞここね、美味しい有名な水ですもんねちょっとオイラも一杯いただこううん、冷たいほいじゃあまた、ボマ明けにあちこち行ってみようと思います